美術品コレクターとして知られる赤星矢之助氏の孫。若年時より美術品に親しみ、自身も陶器や茶杓等の制作をし、また数寄者としても活躍された小森昭庵氏。恋が花入れを範としながらも、写し特有の作為と硬さを感じさせない本作は、若年時から名品に親しみ、本家を熟知された作者だからこそ生み出せたものといえましょう。昭和53年に制作された作品です。